で、今から僕が飼育繁殖しているネズミのお掃除をしていきたいと思います。で、これがね、飼育ケースなんですけど、わかりますか？この、なんだろう、粉がぐちゃぐちゃってなってるの。これね、なんでこういう風になっちゃってるかっていうと、ネズミのね、排泄物、うんちとか尿とかを、ヒノキ屋が吸収して、で、そのヒノキ屋ってそういった尿とかを吸収すると、固形状の、なんだろう、ペレットっていう、ペレットっていうのかな、そういう形なんですが、それがね、吸収すると粉状になるんですよね。で、その粉になった状態を、今わかります？こんな感じ。こういう風にネズミたちが巣穴を掘ろうとして、こうかき分けてやるんですよ。で、そのかき分けた際に飛び散る粉が、もういろんなところにね、こうばらまかれて、もうこういう風に餌がぐちゃぐちゃになってたり、今は移動してるかわからないんですけど、もうね、この飼育ケースの周りも、このヒノキ屋の吸収した状態の粉がブワーってなって、めっちゃ汚いんですよ。なんでね、ちょっとこれどうにかしたいなと。ヒノキ屋、ほら、もうこんな感じ。これなんかでね、ちょっと改善できへんかなと思って悩んでるんですけど、ヒノキ屋以上に消臭性のある床材っていうのがわからなくて、今手詰まりって感じです。でも、ヒノキ屋でもね、匂いが全然抑えれなくなってるようになってるんで、もう今の状態では、もうとりあえず交換頻度を上げるっていうぐらいしか、ちょっと今のところ改善策ないんで、もしね、飼育繁殖されてる方で匂いを抑えれるよとか、この粉が飛び散るっていうのも防止できる何かあれば教えていただけると助かります。で、今ポテトが寂しがって泣いてる。猫って僕、飼育するまでそっけないと思ってたんですよ。もう自分が餌食べたい時とか、あとは構ってほしい時ぐらいしか寄ってこないみたいな。でもね、ポテトはもう本当に寂しがり屋さんで、もう触らないと、こうやって撫でてあげないと、ずっと甘えた恋してくるっていうね。で、他の動物にこうやって喋りかけたりメンテナンスしてると、それに嫉妬してるのかわからないんですけども、もうずっとドアの付近でこうじーってこっち見ながらもうめっちゃ転がってんだけど、もうね、そういった目つきで構えようっていう。とりあえず蓋を開けてね、この子たちを別の容器に移したいと思います。うわ、やってもうた。こんなことがあるんか。でも餌も一回吐きやな、これは。はい、ちょっとこの水入れはまずは戻します。ヒノキ屋の粉が体にひっついて、すごい状態になってる。見て、この子とかもパンパン、妊娠してお腹が。すごい。何匹赤ちゃんいるのっていう。なんかマウス自体、その子供をウィザーンっていうのだけ初めて出産するとき、その頃はまずまだ数は少なくても、そこからどんどん妊娠していくごとに生まれる数が増えるらしいんですよ。それ多分この子とかもうめちゃくちゃ赤ちゃん産んでくれてるんだろうね。最近あの APEX っていうゲームで、クラブ機能、まあ言ったら同じ、なんだろう、共通の趣味とかそういったのを見つけてグループを作れる機能が増えて、で、僕が、まあ、爬虫類飼育者さんたちでそういったグループ作ろうかなと思って、ハチュライフっていうね、グループ作ったんですよ。で、まあ内容的には、まあ、普通にボイチャしながら爬虫類飼とか、まあ、それ以外に雑談とかしながらエーペックスできたらいいなっていうのでやってるんで、まあ、もし興味ある方がいましたらね、あの30人が定員で、今13名の方とやってるんですけど、あと17人ほど募集していますんで、まあ、よければ
興味ある方はツイッターの方からご連絡ください。それかハチュライフ、ひらがなのハチュにカタカナでライフって出たら多分僕のクラブが出てくるんで、まあ、見ていただけたらなと思います。で、この子が赤ちゃんになります。はい。まだ目は開いてないですね。もう少ししたら目が開くのかな。このぐらいの時はめっちゃ可愛いよね。とりあえず写せました。で、写せたら今度はこのめちゃくちゃ臭い床材を捨てていきます。ここの部分にポリ袋の袋の口をポリ引っ掛けて、でこうやることによって一人でもう綺麗に捨てることができます。おう、アンモニア目にめっちゃ染みる。はい、擦れました。いやすごいね、この量半端ない。ではちょっとこれを洗ってきます。で、洗うことができたらタオルで拭いていきます。これ拭かないとね、こういう蓋とかはすぐ錆びちゃうんで、水気を完全に取り切ってから使います。こっちは匂いそんなにつかないんだけど、蓋にすごいネズミの、なんだろうこの匂い、ちょっと嫌な匂いがすごいこびりついて水で取れないの。では綺麗にすることができたんで、ちょっと床材を今度ご紹介したいと思います。はい、これですね、ラビレットヒノキア消臭砂 6.5リットルで、これ何袋だっけな、結構買ってるんですよね、いつも業務用で買ってて、パッケージ自体はこういうやつで、普通だとこれスーパーというか普通のペットショップで買ったら大体 6.5 キロで1000円ぐらいします。で、これが1、2、3、4、5、6個、はい。で、これで4500円ぐらいかな、をいつもネットで購入してます。なので、まあ、1500円ぐらい普通で買うより安いお値段になっております。はい、ではちょっとこちらをね、
一袋開封して入れていきます。で、一袋で一ケース全部使うんではなくて、そっちよりかは半分くらいの量を入れてあげて、頻度を掃除する頻度をね増やしてあげた方が匂いが、まあ、軽減されるかなと思いまして、いつもこれの半分ぐらいをこの中に入れています。ってるやつがあるんだったらそれ持ってこよう。はい、どうでしょうか。本来だとこういう見た目なんですよね。最初と違うでしょ。で、これがおしっことか吸収するとまあいう粉末状になるんで、まあ匂いはね最初触れたんですけど、やっぱカスが増えてくるとなかなか追いつけないですね。もうそれだとケースをもう一個同じやつを買って分けるしかないのかな。でもそうなってくると本当に増えていきそうだな。販売とかができないから、もう一回オスとメスちゃんと分けるかしないとダメそうだな。ではネズミちゃんたちを戻します。はい、映せました。で、さっきのね、この入れ替え、移し替え作業っていうのをしてるだけでもこんだけ糞出す、やばくない？5分ぐらいだよ。5分でこんだけ量するから1日で換算するともうとんでもない量だよね。
だからそう考えるとやっぱ匂いがどうしてもきつくなるのは仕方ないんだけどね。でちょっとこっちをね洗ってまた次のケースを掃除していきたいと思います。では移すこともできたので蓋をします。よいしょ。おお、危ないな。で水を入れて、餌を入れます。餌はドッグフード。はい、これで終わり。でもう一ケースあるんですけど、まあ、していることは同じなんで、まあ、今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画をね見ている皆さんの中で何か改善策があれば教えていただけると大変助かりますので、よろしくお願いします。ではでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Stay